マティウ・フラミには、フランス、マルセイユ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。アーセナル時代1984年、マルセイユでイタリア人の父とフランス人の母との間に生まれた。地元のオリンピックマルセイユのユースに所属し、2003年12月には、トップチームにデビューを果たした。2003から04シーズンは14試合に出場し、 才能の片鱗を見せた。しかし、マルセイユが長期のプロ契約を結ばなかったため、そこに目をつけたアーセナル FC が獲得に動き、2004から05シーズンからはアーセナルへ移籍することとなった。この年はボランチ、あるいはサイドハーフの控えとしてプレーした。2005から06シーズンは当初セスク・ファブレガス、ジューベルト・シューバーの控えという立場であったが、アシュリー・コール、ガエル・クリシー。 パスカル・シガン、ローレンダの左サイドバックが立て続きに怪我をし、不定してしまったため、急遽、フラミニが左サイドバックに起用されることとなった。フラミニはこのチャンスを逃さず、無難なプレイぶりを披露。監督のアーセン・ベンゲルからも高い評価を得た。2006から07シーズンは、出場機会が減少し、シーズン終了後には移籍も視野に入れているとの発言も、したが、 結局残留することとなった。フランス国内では彼の 2006FIFA ワールドカップのメンバー入りを望む声もあったという。2007年2月7日の親善試合には代表メンバーに初招集されたが出場機会はなかった。2007から08シーズンは序盤からレギュラーをダッシュし、首位に立つ原動力になっている。2008から09シーズンからはイタリアの AC ミランでプレー。 報道によれば、移籍金は、なしで年俸450万ユーロの4年契約で、サインしたという。加入当初こそ苦しんだものの徐々に、チームにフィットし、シーズン終盤には怪我人の、相次いだ DF ラインの応急策として、右サイドバックを務めたところそのままレギュラーに定着。同シーズンに、レンタル移籍で、ミランに入団したデビット・ベッカムとの見事な連携を、見せた。 2012から13シーズン終了後、契約満了につき、ミランを退団。無所属の状態が続き、フルスアーセナルの練習場でトレーニングしていた。2013年8月29日、アーセナル復帰が決定。その後、契約満了により2015から16シーズンをもってアーセナルを退団した。2016年9月8日、クリスタルパレス FC への加入が決定した。 2018年2月2日、ヘタフェ CF に今期限り半年間の契約を締結。12月2日に再契約した。ありがとうございます。